皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。5分で学習小学英語、今日は季節について覚えていきましょう。前回と同様に海外から来た人に日本語を教えるようなそういう覚え方、この2回目になります。前回は、日本語英語という順番で覚えましたが、今回は英語日本語、この順番で覚えていきます。季節のことをシーズンズ、こう言います。季節が一つだったらシーズンなんですけれど、日本には季節が4つありますよね。ですから S がついてシーズンズということになります。ではまず春から覚えていきましょう。 Spring is 春。 Spring is 春。 Summer is 夏。 Summer is 夏。 Fall is 秋。 Fall is 秋。 Winter is 冬。 Winter is 冬。 どうですか？では今度は私と一緒に言ってみてください。2回ずつ読みます。一緒にお願いします。では行きます。 Spring is 春。 Spring is 春。 Summer is 夏。 Summer is 夏。 Fall is 秋。 Fall is 秋。 Winter is 冬。 Winter is 冬。できましたか？ではもう一度やってみてください。お願いします。ではいきます。 Spring is 春。 Spring is 春。 Summer is 夏。 Summer is 夏。 Fall is 秋。 Fall is 秋。 Winter is 冬。Winter is 冬。どうでしたか？そして日本には季節が4つあります。こういう時には We have four seasons in Japan. We have four seasons in Japan. こう言いますね。 We have four seasons in Japan. Spring, summer, fall, winter. こうなります。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞ楽しく英語を身につけて使えるようになってください。 Thank you for listening. ではまたお会いしましょう。さようなら。